はいどうも、リュウジです。いつもビッグマジックライブの動画をご覧いただき、ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。皆さん、エリア予選お疲れ様でした。来月行われるチャンピオンズカップファイナルの権利は獲得できたでしょうか？僕は3度目の参加で無事権利を獲得できたので、ファイナルへ向けて練習を続けていきたいと思います。今回紹介するデッキは、最後に行われたエリア予選でトップ8に入賞した白炭人間です。使ったのは別の人ですが、このリストを作ったのは僕だったので、ちょうどいいなと思って取り上げました。新カードとしては、ドーマトイの先兵を採用しています。速攻性のある修正と重ね掛けされる誤報がとても優秀ですね。同時にイーオスの遍歴の騎士も試したのですが、出そうとすると攻めたいターンに消臭をすることになって、噛み合いが悪かったので、採用にしました。新戦力はどんな働きをするのか、実際のゲームを見ながら話していきましょう。はい、じゃあまず一つ目の対戦から見ていきましょう。こちら先手ですね。はい。マリガンなんと、こっちが1枚ですが、1枚のカードがね、3枚あるので、キープです。はい。このハンドなら、少し土地が止まっても、まあ、なんとか、戦えるんじゃないかなと思います。まず何？グルーブから出しました。まあ、1打目は基本、まあ、あるならこのカードを出しますね。はい。ミスの中にあるから、思考行為。おそらく相手、アブザンバルヘイリオンですね。今のカード多分どっちか落としてくると思いますが、野心化を落とします。2ターン目、土地引かなかったですが、まあ、歩兵しかも出して、ここは殴っていきましょう。まあ、これはまあ、どっちを別に倒されても問題ないので、ライフを詰めに行きました。はい。次かその次ぐらいにね、土地を引ければまだ全然戦えるかなと思います。で、相手は2マナから、ウィザーブルーの胸で、ライブラリを削りながら、除去をしてきました。これ、アブザンバルヘリオン確定ですね。土地も機体も見えなかったので、まあ、ラッキーですね。で、サリア。歩兵士官で殴っていきましょう。この次ね、まあ、ドーマトイの先兵を出すと一気に打点に上がるんで、まあ、ここは、まあ、速攻性のある修正っていうのがすごい効くところですね。はい。すべての人間のパワーがプラス1上がるっていうので、一番大きいなと感じたのが、エーデリンを出した時に、トークンのパワーまで上がるところですね。11だと結構その、相手のクリーチャーにブロックされてチャンパダックになってしまうことがまあ多かったんですけど、パワーが2あると、相手のね、ブロックが突破できたり、まあ、一応取れたりするので、まあ、そこはかなり大きいなと感じました。はい、だって3マナから、ビルズリーサルブ。で、落ちなかったので、まあ、次ね、コンボ決まることは多分ないですね。だいぶ助かります。で、取ってみたので、もう両方展開。はい。で、ここで6点ダメージ。かなりね、いい回りをしてますね。次、サリアが出ているので、まあ、エシカの戦車も出てこないので、開始のターンでそのまま入れてしまいそうな感じになってますね。今からウルベンワールドの方が、まあ、紅葉してるんで、クリーチャー触っていきます。ラフィンの密通者。これ防御で、パレルを持ちますが、今ショックインしてる手錠ね、このままもうライフがね、フルアタックでゼロになるので、こっちの勝ちですね。まあ、ちょっと詰まりましたが、なんとかその、天平のね、修正効いてて、かなりいい感じに動けて、ちょっと、では次のゲーム、見ていきましょう。はい、じゃあ、二つ目の対戦見ていきましょう。これも、マッチの1ゲーム目ですね。後手になります。で、1個マリガンで、後手でまあ1マナ、2マナ、3マナの動きがあるんで、キープです。はい。青潮のファストランド。これはまあスピリットじゃないかなと。このハンドだと救出専門家があるので、まあ、サリアの副官を戦闘とかカウンターで墓地に落とした後に救出専門家で釣って、さらに周りのカードを大きくするっていうプランでいきたいと思います。この敵の場合、呪文トライがあるので、まあ、それがね、去らないようにちょっと決まっていきたいかなと思います。はい、クリーチャー2体パンパンと来ました。まあ、であれば、まあ、ここは呪文トライを食らわないので。これ、相打ち。強兵士官と殴れなかったのは、結局ね、全部ボクサーで武士の力を減下げて、まあ、相手がね、打ち取り大砲を打ち取るようになってしまうから。はい、で、ここは能力を起動できるようにしてアタック。ポールならね、別に。そのままでいいので、能力を起動していきたいと。我慢です。地図出してきました。おそらく、今出してくるということはもう一枚持っている。まあ、これで殴ってくるなら、別にそれそれで A 眼状を使うと。呪文トライに当たることなく、まあ、動けていると。今はまあ、釣られなかったですが、まあ、どうせ打っていきましょう。これ、ダブブロだと別に、
認知効果取れるんで全然問題ないですし、まあ、こうやってね呪文トライを出してくれるなら別にそれはそれで流出専門家が通るんで全然いいなと。はい、呪文トライと相打ち、ここで、まあ、あの相手をフルタップなので安全にこの流出専門家ます。553443の場でねできたんで、まあ、相手もこのまま耐えきれなくなって投了と。いかがだったでしょうか。新戦力が追加されてデッキの圧力が増した印象で受けます。このリーグも 5-0 で終えることができたので、まあ、ファイナルへ向けての有力な候補になるなと感じました。この動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。